はい、こんにちは、北島アクアティクスのケンピーです。本日のカット TV はクロール中級者編になります。クロール今日中級者編のテーマは腕の戻し方、リカバリーについてと、その後の入水、ちょっと細かいポイントなんですけど、水をかいた後に腕をどうやって戻した方がいいかとか、指先の向きだったり、入水の仕方についてちょっと詳しく話していきたいなと思います。で、まあ、よくある悪い例、泳ぎである悪い例を紹介した後に、今日は練習方法の、紹介までしていくので、ぜひ最後までご覧ください。では早速本編の方行きましょう。どうぞ。北島アクアティクスオリジナル商品好評発売中。はい、それではまずは悪い例ちょっと紹介していきます。よくある悪い例かなと思うんですけど、今日はまあこの腕の回しの部分、冒頭でも説明した、リカバリの部分について、ちょっと紹介していくんですけど、この映像のような泳ぎだとリカバリがすごい、低いところ、水面近くを戻すようなクロールになってしまってるんですね。こういう風な動きになってくると、入水した後、水の中に手が入った後にあまり伸びが出ないクロールだったり、泳ぎが小さくなってしまうので、できるだけ大きく、前に手を戻す動作っていうのを意識してあげるといいかなと思います。まあ、具体的に言うと肘がすごい低いと思うんですよね。肘の位置が、で肘の位置をしっかり高く、持った状態でリカバリー動作っていうのを意識してあげると、すごいいいかなと思います。あとは手の入水の部分なんですけど、手の入水も、肘が低い分、指先からの入水ができれば理想なんですけど、指先ではなくて手のひら全体で、水の中に、入っていくような動きが見てわかると思います。なのでしっかりと肘の高さっていうのを意識した上で、悪い例のような泳ぎにならずに大きな泳ぎっていうのを、目指すようなトレーニング紹介をちょっとこの後していきますので、ぜひご覧ください。はい、では一つ目の、ドリル紹介になります。ストレートアームっていうドリル紹介ですね。ストレートアームってもう腕をまっすぐ伸ばした状態で手を回す動作になります。注意としては水の中の動きはまっすぐ腕を棒のように伸ばすのではなくて、水の中の泳ぎは肘を曲げて、効率よく水をかいてほしいんですけど、ストレートアーム、腕をまっすぐ伸ばす部分については、水をかき切った後に手を前に戻す時にまっすぐ伸ばすっていうところを意識して泳げるといいかなと思います。先ほどの悪い例と見比べてみても、どう見ても大きくストレートアームで泳いだ時の方が大きな泳ぎっていうのが確認できると思います。これもさっき言った肘の高さですね。ストレートアームも、まあ、腕をまっすぐ伸ばしてるんですけど、手先指先ってよりは肘の高さもしっかりと出せるようなドリルになるので、水をかき切った後に肘を伸ばした状態で前に戻してあげるっていうのをやってみてください。でその際に水面近くを戻すっていうよりは、しっかりと体の上を腕が通るように戻してあげると、大きな泳ぎっていうのが意識しやすいかなと思うので、意識としては天井を触るつもりで前に戻すような動きができてくると、すごい大きなリカバリー動作ができてくるかなと思うので、ぜひやってみてください。で慣れてない方はビート板だったりを持って、前の手に持って、このストレートアームの練習やってあげるといいかなと思うので、ぜひ参考にチャレンジしてみてください。はい、2つ目のドリルはフィンガーネイルクロールになります。フィンガーネイル、指先ですね。フィンが指で、ネイルは爪だと思うんですけど、指先で水面を触りながらリカバリー動作、腕を前に戻していきます。注意点としては、水をかき終わった後に先ほどのストレートアームみたいに腕を振り上げて上に持っていくのではなくて、肘先を、肘からリカバリー動作を始めていくような動きを取れると、指先で水を触りやすくなります。いきなりこう腕を振り上げてしまうような動きをしてしまうと、水面を指先で触れない動きになってしまうので、肘から抜いてきて指先が水面、ギリギリのところを触りながら戻してあげるっていうところが大事になってきます。ポイントは肘の高さ、これもそうですね、肘の高さをしっかりと出した上でこの指先水を触るっていうのをやってあげるといいので、この戻す指先の軌道ですねが、体から離れた位置の水面をこう通るように、腕の軌道が膨らんでしまって前に戻すのではなくて、自分の体の横幅のこのラインですね、このラインのほんと真横を指先が通るようにまっすぐ前に戻せると、綺麗なフィンガーネイルクロールっていうのが泳げるようになるので、ちょっとイメージ意識してやってみてください。まあ、肘を高くするためにも意識してほしいのは、まあ、腕っていうよりは肩甲骨、しっかりと背中寄せてあげて、肩甲骨ぐっと寄せてあげたところで
この リカバリー動作っていうのをやってあげると、より肘の高さを意識しながら、前に戻せるかなと思うので、そこもまあ肩甲骨のポイントも、大事にしてあげるといいかなと思います。で、前に戻した先は、指先触りながらこう前に手を戻すんですけど、最終的にできるだけ遠い位置で手がエントリーしていくっていう、イメージを作れるといいかなと思うので、肘の高さをキープした上でなるべく遠くに遠くに手を前に伸ばして、その先で入線に持っていくっていうのもいい泳ぎ、大きな泳ぎを作っていく上で、大事なイメージかなと思うので、このフィンガーネイルクローもぜひ皆さんチャレンジしてやってみてください。はい、最後は、ショルダータッチクロールになります。ショルダータッチ、肩をタッチしてクロールを泳いでいくっていうドリルです。で、どのタイミングで肩を触るかっていうと、これもリカバリー最中ですね。水をかき終わった後に、腕をこう振り上げて、上に戻していく、前に戻していく動作の最中なんですけど、まあ、具体的に言うと肘のポイント、腕のポイントが肩の真上に来たら、まあ、一番高い位置ですね、高い位置にトップに来たら肩を触ってあげる。で、そこから前に入水に持っていくっていうドリルになります。一度肩を触るんですけど、プッシュした後、水をかき終わった後にすぐに肩を触りに行くのではなくて、水をかいた後に肘先、指先が、一番高いトップの位置に来てから肩を触ってあげると、先ほど言った肘の高さっていうのを作った上でリカバリー動作ができるので、このポイントもちょっと押さえた上でぜひやってみてください。で、入水のポイントなんですけど、肩を触った後に入水に持っていくと思うんですね。で、肩を触った時に肘の高さっていうのをしっかりと出した作った上で、まずそもそも触ってあげる、肩を触るっていうのがまず一つ大事なポイントです。で、そこから指先を、入水させていくんですけど、斜め下、真下にこう入水させていくっていうよりは、タッチしたらそのまま遠くに指先が入ると、いい入水になってくるかなと思うので、ちょっとそこもポイントとしては大事になってきます。ただ、まあ、遠くに手を入れよう、入水しようっていう意識が強すぎて、タッチした後に手のひらで入水していくような動きになってくると抵抗の大きい、これも入水になってしまうので、肩をタッチしたら指先から入水させて遠くに手を前に伸ばす、グライドしていくっていうのが、大事なポイントになってくるかなと思うので、肩をタッチした後の、入水の動きっていうところまで、このショルダータッチクロールが意識できるとよりいい練習になるかなと思うので、ぜひ皆さんチャレンジしてみてください。いかがでしたでしょうか。今日はリカバリー、腕を回す時の、リカバリー動作と、その後の入水についてちょっと触れていきました。まあ、ちょっと細かいところなんですけど、大きな泳ぎを作る上で、ポイントに伝えた肘の高さ、ストレートアームで泳ぐ方も、肘を曲げてリカバリー、手を戻す方もどちらも肘の高さっていうのを出した上で、腕を回せると大きなクロールが泳げてくるかなと思うので、まあ今日伝えたこの肘の高さっていうところを意識しながら、紹介した3つのドリル、ストレートアームとフィンガーネイルクロールとショルダータッチクロール、3つドリルちょっとチャレンジしてやってみてほしいなと思います。まあ、最初に悪い例流したと思うんですけど、結構、ああいった泳ぎの方、見受けられるので、水面近くを手を戻して、小さな泳ぎにならないように、あとはまあ手のひらで入水時に抵抗を作ってしまう方っていうのも、結構多くいるのかなと思うので、指先から入水っていうのを、まあ、作るためにもやっぱり肘の高さっていうのが、大事になってくるかなと思うので、意識して練習やってみてください。ではこの動画が良かったなと思う方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。トレーニングで悩んでいる皆さん、実践的な指導方法を好きな時に学べる毎週11本のコンテンツを配信中。